スカウティングがあるんですか当時から。どう大成さんはどういう行きさつで桐蔭学園に。私は、はい、あの今まさに桐蔭学園で監督やっている、はい、あの片桐監督っているんですけど、はい、同い年なんですけど、はいはい、あの中学時代に一緒のシニアリーグでやってたんです。で彼がやっぱりずっと桐蔭に行きたい行きたいって言っていて、はい、私は全然分かんなかったんですよ。桐蔭ってどこだろう、はいはい、あ知らなかったですね。知らなかったです、はい、そしたら、だから中学3年になる時の選抜で桐蔭学園がベスト4になったんですよ、はい、甲子園で、はいはい、その時に初めて知って。あそれぐらいの温度やったんですね。そうなんです。で片桐監督にくっついていったような感じです。行こうよみたいな形で、はい、その頃だからね、東京がね、あんまり強い学校っていうか、いい学校がなかった。へぇー。そうそう。東京が、でも東京…当時は堀越学園が強かったですね。ああ、はい、だから野村と同い年なんで。あ、野村さんね。はいはいはい。はいはい、あそうか。東京はそんな、八王子シニアかな。あ、そうなんです。八王子、ね、そうですよ。で、監督は日大三高出身の監督だったので、はい、まあ日大三高は、まあある程度ルートあるというところではあったんですけど、はい、あんまり強くなかった。そうね、今はすごいけどね。で副島さんはまあまあお二人に挟まれた形という形だったんですけど、はい、まああの甲子園は一番出てはるんじゃないですか。そうですね、この3人でも運よく一番いい結果、一番いいところです自分は。何それ。どうですか副島さんから見た高橋さんと高木さんっていうのは。大成さんはやっぱりもう3年生の時はもうスーパースターだったんで、はい、存在的にも周りからも、はい、いや怖かったと思いますよ。めちゃくちゃ怖かったです。そうでも2年生から3年生になった時はだいぶ変わりましたよね。変わった。キャプテンになって。あそれまではどうやったんですか。そ2年生、まあ、2年生の時も、はい、まあ、3年生の方と結構バチバチにやってましたけど。バチバチというバチバチ、いやバチバチってそういうんじゃないですよ。なんかでも代が変わったら今度は多分強くまとめなきゃっていうのがあったと思うんですけど、今度監督と結構やってます。いやいやいや個人的にやってるわけじゃない。半沢直樹じゃないですか。そんな上とバチバチやる。大成さんの代自体が結構熱かったじゃないですか、ね、全体が熱いから監督の家まで行ってなんか練習の仕方とか、そうだ、ね、あなんかみんな行っちゃったよみたいな感じで行って、本当やばかったんだよ。行っちゃったよ。まだ、ね、予想が入ってない。はい、前に。大成さん誰か止めろよみたいな。もう3年生全員で行ったんですよね。そうそうそう多分。全員で行った。あ、多分。でその後結構1週間ぐらい練習の仕方が変わって。そうそうそう。でもかっこいいですよね。この2年生の時に3年生の人とこう戦ってくれたり、ね、監督に。まあ、ね、今でこそあれですけど、はい、比較的自分たちで考えてやること多かったじゃないですか、うん、練習も、うんうん。だから。まあまあ最先端の方行ってたのかなと思います。その時例えば具体的にこう昔当時まあもう桐蔭学園さんをやってないか分かんないですけど、例えばうさぎ跳びとかね、今やったらあまり考えられないとか、まあ、でもトレーニングも、はい、結構いろんなトレーニングコースが来てくれたりとかしてたんで、うん、そうだね、そうなんですね。あんまそういうのはなくて、うん、まあ、だってもう30年近く前ですよね。30年ぐらい前ってことですか。30年ですね。まあ、上下関係も最低限のところしか基本なかったので。あ、そうなんですか。そうです、ね、大体もこう1年生ははいと言えしか言ったかんとか。いやもう絶対下やるなって私言ってましたもん。あ、そうですか。だからなんか上が下にやらすことが基本ダメだったので、うん、監督からも出す掃除とか洗濯とかも全部。あ、え、そうなんですか。大体よく強豪校で聞くと、うん、寮なんかはもう1年生がもう2年生3年生の洗濯物を。そうですね、まあ、基本自分のことは自分でやれってことですよね、うん、そうだよね、うん、それはでも1年の時からちょっと気は楽ですよね、入った時に。そこはもう本当にあの、はい、当時の土屋監督は本当にそういったことはで一番やりたくないトイレの掃除は3年生がやるっていうのはもう基本、うん、そうなんですか、はい、それってなんか今なんかまあ野球じゃないですけど、例えばラグビーとかね、うん、なんかすごい全国的に強いとこが結構そういう指導法とか、はい、大学とかが3年生がトイレ掃除してとか、うんうん、ありますね、うん、それは当時からやったんですか、その土屋監督は。そうですね、あれは助かったよね。そうですね、変な上下がなかったからね。僕多分一番いいタイミングで僕は入ったのかもしれないですね。
一番いいタイミング、まあ、だからその練習の仕方でも、ね、そうですちょうど変わった時だね、上下関係といろんなものも含めて、うん、はい、一番いいタイミングで僕は入ってたのかもしれないです。ちょっと落ち着き始めた、落ち着き始めたそうです、まさに高橋さんから見たお二人はどんな存在だったんですか。いや僕はもうまず入った時に、同じ左バッター2人いるっていうのは監督から言われてたん で、はい、うん、でまず大勢さんと2人をずっと見ながら、あーっと追っかけてた感じです。はい、で大勢さんと僕も、うん、副島さんちょっとこう、ちょっと変わったっていうんですけど、僕らが知らないじゃないですか前を、うんうん、はい、それまでを知らないわけだから、はい、で入ってってもまあ試合に出てたっていうのもあったのかもしれないんですけど、うん、とにかく試合で、はい、僕が頑張れるようにいつもこうやって、頑張れみたいな、はい、はい、あ、そう、優しくしてもらいました僕は。ほらもう自分は何もせずに、なんか気づけば甲子園みたいな。そうだからさっきみたいになんとなく、ふわーっとして、はい、なんかくっついてたらなんか3ヶ月4ヶ月過ぎてたって感じでしたね。あ、甲子園行った、あ、帰ってきた、新しいチームが始まったみたいなすごいですね、それ最初の3、4ヶ月は最初は、はい、あと吉野部のために、はい、酸素のそうですね、なんか急にスーッてするやつまだ1年生体力ないからって言って、はい、もうやっぱり夏と酸素は流行ってたんですよ、流行ってたんだよね、こういうやつ、吸うやつ、流行ったんですね、はい、こういうやつ、はい、こんなのがベンチで入ったみたいなあのオールスター感謝祭で、要は森脇健二、あ、そう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 あえてやってます、そうそうそう、カメラ君の分かっててやってるやつね、はい、あれをこう、それぐらい厳しい練習やったんですか。いや、厳しくないんですけど、まあ、試合の時になると、まあ、暑いからね、そうそう、はい、監督がすぐ僕打って守って帰ってくる、よし、お前これだ、そうそうめちゃくちゃ優しいチームですねいや、もう過保護だったじゃんなんか、でもどうなんですか、その高橋由伸さんみたいな存在っていうのは桐蔭学園でも結構稀なんじゃないですか。まあ、我々3年間ではそうですね。だ、まあ、さっき浩太が言ったみたいに、やっぱり、はい、ちょうど変わってそういう雰囲気になったので、はい、まあ、自分の力をしっかり発揮してもらえたのかなっていうのはありますけどね。高橋さんから見てもやっぱりそういう先輩がいたからっていうのはあるんですか。そうです、まあ、その時もそうですけど、後々の僕の進路というか、はい、っていうのもやっぱり2人を見て、ああ、2人とも大学行った、ああ、そうか、あ、2人ともプロ行ったっていうふうに何となく追いかけていったって感じですよね。見て、まあ、追いかけたというか、2人が行くことところに意識が僕もどんどんついていってるっていうような感じでしたね。へえ、はい、ほらもうなんかもう小学校の時からこう、俺はプロ野球選手になるとか。いや、僕全然、僕も大さんたち桐蔭学園知らなかったですよえ、そうなんですか。はい、知らずに。そうだね、だって千葉だもんね、はい、ポニーリーグから初の桐蔭学園やみたいな、そんな感じじゃない。そうじゃなくて、むしろ親が全寮だからそっちに入れてしまえみたいな感じでしたね。あ、寮に入れてしまえ、はい、それはなちょっとやんちゃ坊主ですか。いや、まあ何でもやってもらえるような環境で、多分親がそれじゃ良くないんじゃないかっていう、うん、まあ、一番三男坊だし、うん、いつか家を出るんだから早く出した方がいいんじゃないかっていうので、はい、全寮のとこ行こうってなったんですよね。副島さんはどういった理由でこの桐蔭に。自分はですね、まあ、たまたま自分は太田シニアっていうシニアだったんですけど、はい、まあ、シニア自体が桐蔭に何人も入ってるようなシニアだったので、うんうん、でたまたまその時自分も中学で代表とか選んでもらってたんで、はい、その縁もあって声掛けしていただいたん で、まあまあ勉強もできるのでいいかなと思って。勉強も結構自分できるんですよ。できるの。ああ、そうなんだ。はい、初めて。あんま知らないんですけど。どう、今のはボケはったんですか。勉強は上のクラスに出したんだね。そうそうそう。あ、はい、そうなんだ。上のクラス。評点は 4.2 ぐらいあったんです。お、すごいね。むちゃくちゃ賢かったんですよ。そうなんです。でも全然役に立たなかったですけど。どういうことですか。どういうことですか、それ。勉強できたらやっぱ野球にも生かせるんじゃないですか。勉強できねえだろって言われたんで。多分見られてなかったんだな。監督からですか。はい、まあ、野球だけだろうって。そうですね。あんまり関係なかったです。ここですね、視聴者の皆さんにですね、プレゼントのご案内でございます。今日3名が着用しているですね、T シャツ
またこの前に飾ってるキャップですね、にサインしたものをプレゼントいたしますので、詳しくは概要欄を見てください。そして、ぜひ OB クラブチャンネル、そして、僕のですね、YouTube チャンネルもやっておりますので、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いいたします。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。 OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。